こんばんは、岡田敏夫ゼミです。毎週日曜夜7時からですね、岡田敏夫が一人で喋る生放送のですね、まあ、90分ですけど、今日は多分120分ぐらいですね。<laughs> 頭の大体いい30分から45分はですね、翌週の土曜日に YouTube で無料公開しています。あの、速報動画として大体いい10分程度にですね、分割した動画をですね、まあ、あの、来週のですね、水木金ぐらいにですね、YouTube で公開しています、えー。さらに後半はですね、限定動画として、まあ、ニコニコ動画やですね、YouTube メンバーシップ、また、岡田 アーカイブのですね。3箇所でですね、配信しています。えー、たった一人で,ですね、ほぼ、えー、<laughs> まあ2時間ぐらいですね、あの喋り出しの講義をですね、今週もお楽しみにしてください,、はい。拍手。ありがとうございます。じゃあ始めましょう。行きましょう。えー、っとですね、今日のお品書きです、えー。ここにある通りですね、まあ無料がですね、未来少年コーナーのまあ15話ですね、コーチ、あと国里小坂、まあ場外戦というタイトルになってますんで。で トトロが2本あります。トトロと ET。で、トトロとフジコ子 F ジオっていうですね。まあ、こう、あの、トトロをやってですね。で、限定が、まあ、もう、もう本当に全部トトロですね。SF としてのトトロとですね、あの、幻のラストシーンですね。トトロのラストシーンというのを解説して、まあ、あの、プレミアムはですね、今日の講義のメイキング、どういう風にやって作ったのかっていうのをですね、話していこうと思ってます。じゃあ、もうね、今日はもう内容がね、 ギチギチいっぱいなんですよね。年は何歳まで生きられるそんなもんわかんないよ。あ、まあ、まあ、割とね、遺伝子的には長寿の遺伝子だというふうに言われてるんで、言われてるんで <laughs>、わかんないけど、まあ、100ぐらいまでいけるでしょ。では行きましょうか。 ええとですね、未来少年コナンですね。えー、未来少年の完全解説なんですけども、今日はですね、えー、第15話、高知ですね。あの、今日はですね、あの、やっとハイハーバーですね、コナンたちが、まあ、たどり着いた、まあ、なんだろうな、あの、理想郷みたいな場所なんですけど、そこの全貌が明らかになるので、できるだけ正確な地図を、え、用意してですね、あの、ブラハイバー、ハイハーバーですね、ブラタモリの手法で、えー、ハイハーバーをぶらつく、ブラハイハーバーというのをやってみようと思います。 えー、この後ジム氏はですね、自分たちのやった責任を取るためにですね、山の向こうの往路に会いに行くというところから始まります。まあ、タイトルですね。えー、高知っていうのが出てくると。で、そびえる山。ですね、かなり険しい山がそびえていますけれども、実はこのハイハーバーの村をですね、山脈が囲んでるんですね。えー、この山脈はいつもコナンや視聴者たちには見えているんですけども、あの、元村の人たちは見えないふりをしていると。 で、オーロたちのこともですね、えー、山の向こうというですね、地名ではなくて山の向こうというふうに呼んでいるということです。で、えー、コナンたちがですね、夜ですね、こっそりラナの家を抜けてですね、えー、高知の方行くと途中でですね、国境線があります。ですね、えー、山の間に本当に細いですね、えー、ここしか通れないような道があるんですね。そこにですね、国境線があるんですね。で、これを越えると、豚の骨で作ったですね、まあ、 あの、カラ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 なるナルプのようなですね、トラップがあるんですね。で、えー、これもあの、作り方から見てわかるように、このガラガラなるのが、オーロたち側が作ったですね、えー、豚の骨を使った境界線ですね。ということはですね、このこ、立派な柵の方はですね、えー、元村側が作ったということがわかるんですよね。つまり、元村側と、まあまあ、どの国の国境もそうですね、二重になっているわけですよ。 え、それぞれの国が、あの、自分たちの国の境界線に作るものですからですね、元村側からもお前らは入るなというふうに拒否してるし、で、オーロの側からもですね、お前たちが入ってきたらこの骨が知らせてくれるぞっていうふうに言っている。こういう構造になっていますですね。で、えー、ちょっとあの、横長のフリップになるんですけども、えー、このですね、えー、国境を越えるとですね、コナンたちが、 ざーっと見渡すのがですね、この広い広いですね、夜の高地ですね。村の方と随分様子が違うなとっていうふうにコナンが言います。そうなんですよ。これ見ていただいたらわかる通りですね、高地には畑がですね、全くないですね。あの、元村のようなですね、平野部がほとんどない森もですね、あの、抜けちゃうとなくなっちゃうんですね。本当に何も生えない土地なんですよ。で、この地形って何かっていうと、あの、天空の城ラピュタでですね、 えー、あの、宮崎さんがですね、ロケしたですね、あの、イギリスのウェールズ地方なんですね。つまり、あの、スラグ渓谷と同じ風景ですね。あの、まあ、宮崎さんがかつてロケして、あれ何がすごいかって言って、写真で見たらのどかな風景に見えるんだけれども、もう本当に山,山に短い草が生えているだけで岩がゴツ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 出ていると。で、岩の影に死体が転がっていっても別に驚かないような、そういうなんか殺伐した風景だというふうに言ってるんですね。 で、平、これ山地、基本的には山合いの土地でですね、平野がないのでですね、農業ができないんですよで。あの、ラピュタのモデルとなったですね、あの、ウェールズ地方もそうなんですけども、だからオーロたちはですね、ブテやヤギ、あとは、あの、ヒツイなどの牧畜で暮らしているんですね。えー、ではですね、ここでですね、このハイハーバー全体の公式設定というのを見てもらおうと思います。えー、公式設定は、この日本アニメーションが出したですね、未来少年コナンの、まあ、公式設定集にあるんですけども、 よいしょ。この左のページの上、これですね。これがですね、その公式設定なんですよ。で、えー、っと、あの、北がですね、この左側だからちょっとね、あの、変形で書いてるんですけどもですね、えー、北には肥沃な平野部が広がって湖があってですね、畑があるんですね。で、それに対して反対側の南側はもう全部高地なんですよ。荒れてると。 で、えー、麦畑が広がってるんですけども、中央山地ですね。この二つのですね、あの土地を切り離している中央山地を越えるとですね、全く農地というのは見当たらなくなってしまう。それどころかですね、あの、元村側は半分ぐらい森に覆われてるんですけども、その豊かな森も山を越えたらですね、ほとんど見当たらなくなっています。で、えー、この地形ですね、この中央に、 え、湖があって、外輪山が囲んでいて、さらにここにくぼみがあるのって言うんですね。えー、日本には似た地形があります。で、何かっていうと、よいしょ。いちいち出したり引っ込めたりが大変なんですけども。おね、こういう地形の話になると嬉しくなっちゃうんですよね。<laughs> えっとですね、これあの、北海道のですね、摩周湖なんですね。摩周湖もですね、あの、7000年前の噴火で、 この中央のカルデラができて、火山噴火でできて、でそんなの中に4000年前にですね、もう一回噴火があって、この縁にできたんですけども、あの外輪山の一部を壊して、えー、内輪がですね、こうできてるという構造になってるんですね。こう二つのですね、火山案とか重なってるんですね。で、まああのー、 どうやってですね、そのハイハーバーの島の地形ができたのかというのは、設定がわからないんで、もう何度も言えないんですけども、この似ているマシューコの地形をモデルにですね、ハイハーバーの成り立ちをですね、あの一応考えてみました。で、えー、っとですね、あの、まあ、ちょっとね、でかいフリップになっちゃうんですけども、 ハイハーバーのですね、大きい外輪火山っていうのがあるんですね。で、この外輪火山の外側の、ここは高いんですけども、ところがですね、こっから山が急に低くなってるんですね。で、これ何かっていうと、この内輪火山ですね、第二の火山が噴火して、外輪山の外側を吹っ飛ばしちゃったからなんですよ。で、こういう風になってると。で、こっち、上が北です。 で、えー、太陽は南から挿しているので、この辺りの土地はすごく肥沃なんですね。麦畑はここら辺は日当たりが良くてめちゃくちゃ物が取れると。しかし、南側にあるでもかかわらずですね、この高地の方はほとんど、えー、なんだろう、草も生えてないという状態になっているんですね。で、おそらくこれってあの、外林山が噴火した時のですね、溶岩がこちら側の方へ流れている。こちら側がまだ岩地になっているというふうなことと、あとですね、 あの、湿った冷たい風が多分海流の関係でですね、この海が全体温度低いんですよで。海の温度が低いから、あの、イケスの中の魚がすごい太ってるわけですね。いわゆる寒流の中で育った魚だからですね、油が乗ってるんですよね。あの、ガロージさんのイケスのところは。で、えー、冷たい湿った風が常に南から吹いてきて、で、なので高地の方はですね、植物が育たないですね、農業に適さないんですよ。で、これ、縁見たらずっとね、断崖絶壁なんですよね。 で、あの、高知が映ってる時にですね、あの、海で渡ってるとこ見たら、あんまり海岸っていうのがないんですね。全部ここ、ずっとですね、あの、険しい谷に囲まれてるんです。で、船がつけやすいような場所っていうのはもう、この北側の、いわゆる元村の方に集中してるんですね。ということは、こちらの方が地面が低い。なので、この南から吹いてくる冷たい風はですね、山を登ってですね、降りてくる時にフェーン現象で、 えー、ここの、えー、っとですね、山あいの方に雨を降らして、もしくは冷たい霧になって、で、北の方へ行くときにはですね、暖かいですね、乾いた風になって吹き下ろすということになっていると思います。なので、この、高知の方が温度が、多分平均温度が常に2度か3度ぐらい低くて、この山を越えたフェーン現象によってですね、暖かく乾いた風になっているのがですね、えー、元村の方を温めているという感じ、そんな感じではないでしょうか。で、えー、 この、えー、この第一カルデラって僕呼んでるんですけども、このカルデラがですね、7000年前に、マま、周囲と同じように噴火したんだろうと。で、その時にくぼんだ部分にですね、真水が溜まって、で、これがですね、あの、元村あたりのですね、水源を良くしています。で、その後でですね、この第二火山が吹き飛ばし、えー、噴火して、この外輪をですね、吹き飛ばしちゃったんですね。で、外輪を吹き飛ばしてくれたおかげでですね、ちょっと、 まためんどくさい絵を描きますけども。うんと。まあ。もともとですね、えー、こんな感じで,ですね。ここに水が溜まってる感じですか。で、えー、外輪火山があったんですけども、ところがですね、この部分を噴火が吹き飛ばしてしまったんですね。なので、浅いところに 小さい火山湖があって、で、こういうふうに外輪火山がですね、残っていると。で、ここに湖があると。こんな感じでですね、ハイハーバーできてると思うんですね。で、この後ですね、大災,災害によるですね、海面上昇があったので、ここまで遠浅の海になった。ので、あの、海の外側にですね、外輪山の残りがちょっと出てるんだけども、あの、 という感じになってると思います。えー、ちょっとすみませんね。あの、めんどくさい地形説明を延々としちゃったんですけども。えー、で、えー、まあ、あの、ハイハーバーは、この入り江、ここからですね、バラクダ号とかが入ってきて、えー、ここはですね、遠浅の海岸になってすごく過ごしやすいんですけどそれはこの2番目の火山が噴火してカルデラができてるからですね。 えー、こんな感じですね。まあ、一言で言ってしまえば、北側の元村があるところは、すごく過ごしやすいですね。暖かく乾燥した土地であってですね。で南側のおごろたちの部分っていうのは冷たくですね。えー、湿っていて、で、山あいで平地が少なく、で、溶岩が多いので土壌がですね、良くないと。そんな風な場所になってるんじゃないかというふうに思います。よいしょ。よいしょ。 で、ええー、ま、ああの、おっとっと。もう一回これ出そうか。でですね、あの、ここにあるのが唯一の北と南を結ぶ通路なんですね。あの、コナンたちがさっき乗り越えたですね、あの、国境があるところです。 で、ここにはですね、高速道路も走っていて、まあ元から高速道路も走っているんですけども、えー、これ、ここにあの公共を設けてお互いにですね、あの自由な通行を禁じていると。で、往路の住んでいるですね、この南側のですね、家畜の飼育で、まあ何度か自覚ているんですけども、まあ、元村からパンを輸入しないと食えないということになっています。で、あの、小麦と、 あの、羊、あ、豚だ。豚とのですね、交換比率ですね。あの、先週話したやつなんですけども、なんかね、あの、資料ないのかなと思ったんですけども、イタリアの経済学者のですね、ピエロスラッファという人がいて、その人が1925年に論文を書いたんですよ。生産費用と生産量との関係についてっていうですね、あの、論文なんですけど、その中でですね、以下の比率を弾き出しました。つまり、え豚 18kg に対して、小麦 120kg ぐらいと。 それだったら、それぞれの生産効率からして適正な、まあ、あの、交換比率と言えると。つまり、豚 1kg に対してですね、小麦 6.6kg ですね、6kg 半ぐらいが妥当な交換率。で、ということはですね、豚1頭 60kg ぐらいとするとですね、小麦は 400kg ぐらいないとダメなんですよ。で、小麦の1袋って、まあ、大体日本では 225kg は、ヨーロッパでは 22kg なんでですね、本当は豚1頭だったら小麦18袋で正当なんですね。 なのに、オーロはですね、これから舞台頭に対して小麦10袋だというふうに言ってるので、いかにこれまでですね、 えー、オーロたちの豚、あのー、村がですね、不当な交換比率に苦しめられたかって、かなりオーロたちは不当な取引してるんですよね。で、これはまあ、生産、純粋にあの、単純に生産した時の交換比率で、実際に今の日本では豚は1頭3万円ぐらいなんです。で、小麦の25キロ袋っていうのは5千円ぐらいだから、まあ、本当はですね、もっと小麦の方が安くなってるんですけど、これはですね、生きた豚の価格なんですね。日本のこの3万円っていうのは。このオーロたちがやってるのは豚の解体をして、 なめし側にしてという、そこまでやった処理してる処理代まで含めてるんで、やっぱり基本的にあの、オールは損してると思うんですけどね。で、えー、ではですね、ハイハーバーの地理が分かったらですね、次は社会構造行きましょう。えー、オールたちのですね、幹部の誘いを断って、コナンたちはですね、 えー、チートの村というところに行きます。チートはですね、まあこのアニメの中に出てくる、まあ割とはしっかりとしたいいやつでですね、これが僕たちの村だというふうなことで、えー、チートの村を見下ろす。それに対してコナンは、いい村だねって言うんですけども、果たしてこれがいい村かどうかと。相変わらずですね、海岸からはですね、数十メートルの高台にあります。さっきも話したようにですね、あの、大炉の領地、あの、島の南側にはですね、まともなですね、岸壁というのがないんですね。 え、断崖絶壁になってます。で、えー、平地面積が極端に少ないのですね、農業では自活できないと。これだけしか農地がないんですね。ほんで、これではもう、あのー、まあ、豚とかですね、羊とかの飼料を作るのは精一杯。あと自分たちの野菜ぐらいしか作れないですよね。で、えー、家がいっぱいあるように見えるんですけども、これ、豚が放牧されていることからわかるように、これすべて家畜小屋なんですね。じゃあ、どこに住んでるのかというと、この中央の わらぶき屋根の大きい家があって、この一軒で全員がですね、集団生活をしているというのがわかります。僕もあの最初見たときは、あ、家いっぱいあるからいいじゃないかというふうに思ったんですけども、全部家畜小屋だったんですね。よくよく見ると。で、そのチートの仲間たち、出てきたらですね、あの、大人がいないんですね。すべて子供たちばっかり。で、男の子ばっかりです。で、 えー、チートが言います。僕らはこの島に拾われてきたみなしごなんだっていうふうに言うんですけども、まあ、なんで男の子ばっかりかっていうと、これはもう当たり前で,ですね、拾われてきたみなしごの女の子はですね、元村近辺で旗織りをさせられると。で、男の子は門堂無用でですね、みんな山向こ婿行けるんですよね。山向こうへ行かされるんですね。でもこの理由はまあ、いろいろあるんでしょうけども、 多分これ、もうあの、絵を描いた宮崎、宮崎駿が絵コンって描いた時に、なんとなくこうなっちゃったと思うんですよね。特に多分、これに関して、そのアニメの中でです、ね、なんで男ばっかりか、なんで女ばっかりかっていうようなものがないので、あんまり、ここら辺は突っ込んでもしょうがないわ。これはあの無意識で男の子ばっかりになっちゃったのかなと思うんですけども、まあ、あえて理由を探すとすればですね、三次制限ですね。 あの、人口爆発を恐れてるんですよ。だから、若い男女っていうのをですね、同じところで暮らせるんではなくて、若い男女っていうのを切り離して、手間がかかりそうな男の子っていうのをですね、えー、山の向こうの方へ行って、牧畜させようというふうにしてるわけですね。みなし子たちは基本的に全部山向こうというのは、なかなかね、極端だと思います。で、えー、往路は最初一緒だったと、働くのが嫌になって幹部とか言い出したんだっていうふうにですね、チートは説明します。で、これね、あくまでこう、 チートの説明です。チートにとってどういうふうに見えてるかなんですよね。なので視聴者の我々がそれをまるまる信じる必要がないとは思うので、一応あのハイハーバーの社会構造っていうのをですね、あの想像してみたんですけども、まずはあの元村と風車村ですか。 あの、ハイハーバーの豊かな場ですね。あれってですね、その、地主と小作農みたいな段階に一応達してると思うんですね。全員が自分の土地を持って、全員が生産手段を持ってっていうのではなくてですね、風車は共同のものなんだけれども、 一応管理しているものがいて、そしてその場所を使わせてもらっているものがいるというですね、その農,農地を持っているものと小作農みたいなものが徐々に分かれつつあると。で、ただ、まだあの通貨はない状態ですね。あの、ハイハーバーにはお金がないのでですね、通貨がないので、家内製酒工業もそんなえげつない段階にはなってない。で、それに対して山向こうですね、南側の山向こうっていうのは牧畜なんですけども、 だんだんチートたちの村とオーロたちの幹部っていうですね、なんか元村と似たような管理体制に移行しつつあります。で、これなんでこの管理体制になるのかというと単純で、やっぱあの国境なんですよ。あのー、国境がある、つまり元村が山向こうに対して差別意識を持っているのでですね、で、豚の交換比率が割とあの元村の言いなりなんですね。だからオーロはいつかこれを何とかしようというふうに思っているんですけども、えー、ところがですね、その、 交換比率をですね、まあ、守、守らせようとしてもですね、えー、外輪山のですね、通路っていうのは元村側からこう閉鎖されてるので、割とね、自由な貿易ができない。自由な貿易があると、それぞれ、あの、交換レートというのはですね、妥当な段階、自由市場になるんですけどもですね。なので、リーダーのオーロが一応元村とですね、交渉して妥当だと思われる交換比率にしてるんですけども、 それでもですね、元村の方から、まあ、あの、勝手にですね、自分たちの小麦を持ってきてですね、これで交換してくれという闇取引みたいなものがある、ね。で、その闇取引をさせないためにですね、自分たちが見張り板として、あの、えー、王ロたちがですね、高速道路のあたりで,ですね、溜まり場を作ってると。で、この見張り板制度がですね、徐々に徐々に幹部という仕組みになったのでですね、まあ、チートはその見張り板の必要を理解してないんですね。この見張り版っていうのが、 なければ、あの、もっと自由に取引できるのにと思うんですけども、自由に取引しちゃうと、せっかく、ちょっとずつ、ちょっとずつ交渉していて、上げていった、あの、小麦の買い取り価格っていうのが、またですね、元村側にコントロールされてしまうというふうにですね、なってるんじゃないかなというふうに僕はまあ考えています。で、えー、ラオ博士はですね、これらに対してですね、まあ、もともとあの、ハイハーバーは人類復活の、 カギだというふうに言ってたんで、種だというふうに言ってたんで、農家と家内製紙工業で復活させて、いずれはインダストリアのですね、1000人ぐらいの人口をですね、あの、連れてきて受けれるはずだったんですけども、すでにもうみなし子たちも食わせられないような状況なんですね。ハイハーバーっていうのは、その、ラオ博士がいない間にですね、もうすでに、えー、コナンたち新しい、たった2人の子供が来ただけで、 いやーまあまた山向こうにやるしかないなというような人口がですね、もうギリギリの段階に来てるんですよ。だから本当に言えば、インダストリアの1人なんかもう絶対に受けられる状態じゃなかったんですね。で、えー、なのでですね、その、まあ誰が悪いんでもないですよ。こういうふうな状況になってきたのは、その、欧炉にしてもですね、その元村の人たちにしても、チートにしても、お互いにちょっと反発はあるんですけども、これはもう、えー 狭い資源を争ってのことですからですね、誰が悪いのではなくて、もう農地の限界だと思います。なので、ところがまあ、次回ハイハーバー戦争というのがあってですね、これで一挙にあの状況が変わるわけですね。元々の人たちの意識も変わって、で、山向こうとのですね、あの、仕切りもなくしてしまうというようなことで、まあ、ようやっと大きく時代が動き出したというですね、まあ、その、えー、とっかかりの事件になります。えあ、ー、今週はですね、こういう、あのー、 <laughs> ブラハイハーバーっていうですね、小難しい話だったのですね。<laughs> せっかくだからですね、あの僕はもう毎回ですね、ジムシーの可愛い映像を見つけないと気が済まないので、えー、今週もですね、えー、ジムシーの可愛い映像を見て、コナンを終わりにしましょう。えー、ラストですね、えー、コナンとランダが手を繋いで走ってきて、後ろからですね、ジムシーを売れそうにして、わーってやるんですよ。で、これ本当にラストシーンです。で、コナンがジムシーついてきてるかなと思って、後ろ振り向くとジムシーがムってするんですよね。 <laughs> まあ、ラナと目を合わせてるだけか分からないです。えー、コナンと3人笑顔で走ってて、コナンが振り向いて、ラナと目を合わせてイチャイチャすると一瞬、 ですね。えー、むという顔して、そしてまた前を向くと、また、ワーイという顔に戻るんですけれどもですね。えー、こない、イチャイチャしやがってっていうですね、ジムシーのやきもち。今回もかわいいなと。<laughs> なんで俺の方を向いてくれないんだよっていうですね、そういうのが見えていいなと思います。えー、今週はここまでです。えー、これまでのバックナンバーは、あの、チャンネル登録してくれたらすぐに見れますのでよろしくお願いします。いいね。ジムシーかわいいね。 ということですね。もう話すネタが今日いっぱいなんで、あの、次はこのまま国立小栗坂行きますけども。大丈夫もうトントン進んでるけど、早すぎないジムシー実は女説。まあ、それだったら面白いんだけどもね。ん <laughs> なこともないと思う。<laughs> OK ですね。はい、行きます。じゃあですね。えー、っと。 今日はですね、あの、国立小坂の話を二つ目しようと思います。えー、国立小坂はですね、まだあの、金曜ロードショーでオンエアしてないんでですね、ま、あの、ネタバレなしにしようと思うんですよ。なので、この二人っていうですね、あの、NHK でオンエアされたドキュメントがですね、えー、ジブリから発売されてるんで、これはあの、ベースに話していこうと思います。えー、なかなかですね、この二人、いい映像ですよ。 あんま顔似てないんですよね。親父の方はゴツゴツした顔で、息子の方がちょっと二重でイケメンなんですけどもですね。この二人のですね、まあ、対立というかですね、あの、300日間ですね、ほとんど喧嘩していたっていうのをですね、あの、撮った、えー、ドキュメンタリーなんですけども、基本的にじゃあ宮崎駿と宮崎五郎のですね、基本設定を話しますですね。もうあの、 この僕の番組を見てくれてる人は当たり前かもわかんないんですけども、まあ、あの、最近見た人もいると思うんで、基本設定は話します。えー、アニメ監督のですね、宮崎駿にはですね、息子がいました。二人います。で、長男のですね、宮崎五郎を、えー、ちびすけというふうに呼んでですね、まあ、大変可愛がってったんですね。もう本当に、子供、ちびすけが子供の頃は、俺はこいつに見せるためにアニメ作ってんだっていうふうにですね、大変可愛がってた。しかし、ちびすけがですね、小学校5年生の時に、 あの、皆さんご存知の未来少年コナンっていうアニメがスタートした。で、これで宮崎駿はもう、原画やって、動画やって、背景やって、設定やって、何から何までやってるんで、まあ、とにかく忙しくなったんですね。で、家に帰る時間がどんどんですね、あの、少なくなっていったんですね。すごく大事なチビスケがいて、で、その大事なチビスケを見せるために作ってるのに、それのクオリティを自分はどうしても下げれない。で、チビスケはしょうがないからお父さんに会えない代わりにですね、未来少年コナンを食えるように見るようになる。 それでもですね、ちびすけ五郎はですね、お父さんのアニメを見て育って、中学校に入学した頃にですね、カリオストの城が完成しました。えー、しかしですね、このちびすけのパパのカリオストの城はヒットせずにですね、こっからカリオストの城からあとですね、えー、5年間の不遇時代ですね、まあ、何をやってもうまくヒットしない、当たらないという時代にですね、宮崎駿はあの入ります。で ようやっとですね、ヒット作、風の谷のナウシカがですね、あの、劇場で公開されたのは、ちびすけ五郎がですね、もう17歳、高校生になった時のですね、春でした。しかしですね、これナウシカがヒットしたから良かったかというとですね、宮崎家がですね、もう完全に母子家庭になっちゃうんですね。えー、ナウシカがヒットして、ようやっと宮崎駿はですね、次のアニメを作れるようになった。もう5年間ずっと不遇時代やったのがですね、次のアニメを作れるようになったんですけども、 それのおかげで,ですね、仕事場から本当に完全に帰れないぐらいの状態。深夜帰って朝早く出るぐらいの状態になっちゃったんですね。で、ちびすけ五郎はですね、もう高校生なので、所沢の高校に行ってですね、その後新州大学へと進学して、で、建設コンサルトの会社に入ります。まあ、あの、本当は高校生ぐらいの時から漫画書きたいとかアニメやりたいというふうに思ってたらしいんですけども、それをお母さんに言うと、あれは才能の世界だからね、とか。 あそこは才能がないとダメだからねというふうに言われたという意味ですね。どういう意味かというと遠回しにあなたにはお父さんのような才能はないでしょっていうふうに言われても当然なんですよ。なので高校生ぐらいのですね、ゴロくんはこれがね、身近にクリエイターいなかったら夢って膨らむんですよ。なんか自分もできるんじゃないかというふうに思うんですけども何を書いてもパパより下手なんですよね。当たり前なんですけど。<laughs> パパが本当に天才なだけでです。なのでそれ、 で、お母さんもクリエイターだったんですよ。お母さんもこれは夏空っていうですね、あの NHK のドラマにモデルが出てくるようなですね、すっごい上手いアニメーターなわけですね。で、後に絵本作家になるから、本当に才能があるんですよ。でもその才能があるお母さんが、その結婚して、じゃあもう私はもう専業主婦になりましょうというふうに思うぐらい、それぐらい圧倒的にお父さん宮崎駿旦那の才能があることは分かってるわけですね。なので息子がですね、アニメーターになりたい、アニメ作りたい、漫画やりたいって言っても、 見た瞬間にもう,う、うん、あそこはね、才能がないときついわねっていうような答えをしちゃう。まあそういうふうな事情だった、状況だったわけですね。で、こ、えー、建設コンタルトの会社に入りました。で、しかしですね、あの、その後ですね、まああの、子供の頃から宮崎駿のでとですね、一緒にいたもんで、で宮崎駿のところにしょっちゅうあの、なんだろうな、 えー、押井守とか、あの秀明とかが遊びに来たり、あとはまあ、徳間書店のですね、まだその頃は徳間書店の鈴木敏夫がですね、もう本当に張り付くように一緒にいたもんでですね、どん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 、五郎少年はですね、そういう人たちと知り合いになります。なので、だんだんですね、お父さんやお母さんには言えない、なんか本当はこういうことをやりたいんだっていうことをですね、周りの人にはですね、ちょっとずつこう、漏らせるような環境になってきたわけですね。 えー、というわけでですね、まあいろいろあったんでしょうけども、31歳の時にですね、スタジオジブリに入社。それの目的はですね、あのジブリ美術館の、まああの、えー、総合デザインをやって、で、初代館長をやるためだったんですね。えー、で、で、まあこれでですね、まああのアニメを作らないようにしても、その周りの仕事として関わってるからいいかと。で何よりまああの、 きついきつい宮崎駿がですね、建築に関しても、こうしろ、ああしろ、こうしろっていうふうに言うわけですね。で、建築会社の人がそれはできません。なんでできないんだいや、建築基準法に違反してますって言うと、宮崎駿は、なんでそんな法律があるんだって怒り出すような人ですからですね、ほんに手をつけられないんですね。ところが宮崎五郎という人がですね、その間に入って、 まあ、あの、総合デザインというかですね、総合プロデューサーになることによって、親父の扱いだけは慣れてるんですね。なので、親父の扱いっていうのをですね、答えて。で、その中で、できないことは最後までちゃんとできないと言うってことをやったと。つまり、あの親父の下にいるからといって、全然イエスマンになってないと。 自分のやりたいことはガンとして、言わなきゃいけないことはガンとして言う人間だというふうに鈴木敏夫から見えたということなんですね。で、38歳の時にですね、鈴木敏夫がゲド戦記の監督をやらないかというふうに五郎の方に。 まず、早ののじゃなくて、そうするとですねあの、まあ、子供の頃から実はずっとアニメを作りたかった五郎は OK で父親ですね「はですね大反対ですよ、まあ、お前なんかにアニメができるはずがないって大反対するんですけどもその大反対を押し切ってですねデビュー作の「ゲド戦記」は完成したこれがまあ基本設定です宮崎駿宮崎五郎のこの2人のでそれから5年です あの、ゲド戦記が公開してからですね、5年、宮崎五郎自身の言葉を借りればですね、ずっとサボってたと言ってます。え、2011年7月17日のラジオ版、学問の勧め。学問の勧めって僕も出たことあるんですけど、結構ね、根、ね、掘り葉掘り聞かれるんですよ。その時にですね、あの、宮崎五郎君はですね、えー、学問の勧めに出演して、もう5年も前になりますけど、ゲド戦記っていうのは初めて監督して、そっから僕ずっと逃げ回ってるんですよ、というふうに言ってます。つまり、あの、 やったはいいけど、その後自分でどうしていいのかわかんなくなっちゃって。で、ジブリ美術館とかに逃げ帰って身を潜めてたんです。でももうそろそろ逃げ切れなくなって、プロデューサーにいい加減にしろって怒られたっていうふうに言ってるんですね。つまり、ゲド戦記が、あの、自分ではね、成功したとやっぱ思ってないんですよね。鈴木敏夫はですね、2006年度最大の一作だというふうにですね、もう、 勝ち誇ってるんですけど、それはもうあの人の仕事ですから、プロデューサーっていうのは、どんなにダメな作品でも、素晴らしい作品だ、いい作品だという義務があるんですよね。なので、あのー、鈴木敏夫ですね、2006年最大一作だって言ってるんですけど、宮崎五郎に、本人に関しては、自分ではやっぱり、その結果というのを受け止めきれなくて、ずっと5年間逃げていたと。で、えー、自分でもですね、ほら、俺にも才能があるだろう、親父っていうような、 だから次回作をやらせるというふうな気分にはならなかったと。だから5年間逃げ回ったわけですね。で、しかしですね、2009年にですね、えー、ジブリもですね、変化が起きます。えー、2009年の変化というのは何かというと、まあ、映画 .com ニュースでですね、えー、国立小坂のですね、制作発表が、あの、まあ、2010年12月にあるんですけど、その1年前に変化があったんです。えー、宮崎駿監督から2009年末に、スタジオジブリ経営5か年計画という表を見せられた。 またですね、宮崎駿がですね、無茶を言い出したわけですね。えー、最初の3年はですね、若い人の登用、つまり新人にアニメをですね、2本作らせる。で、最後の2年でですね、超大作を作るっていうふうに言い出したんですね。でももう宮崎駿は引退してるから、この超大作は誰が作るんだって宮崎駿は、それはわからんでいいんですよ。でも鈴木敏夫にしてみれば、お前だんだん引退やめる気になってるなっていうふうに思ってるんですけど、まあそこは突っ込まずにですね、えー まあ、あの、な、なんだろうな。宮崎駿が言う通りですね。えー、最初の3年間でですね、えー、若い監督にチャンスを与える2本作ろうとした。その1本目がですね、仮暮らしのアリエッティですね。えー、再来週ですね、この全部で取り上げるアニメです。仮暮らしのアリエッティ。で、第1弾がアリエッティで、第2弾がですね、国立小坂だったんですよ。で、この国立小坂を、じゃあ監督誰にするということで、鈴木敏夫が、あ、じゃあもう5、6にしましょうよ、というふうに言ったんですね。 で、えー、すると宮崎駿はですね、いや、二本目こそが成果が問われると。一本目は、まああの、なんだろうな、あの、ビギナーズラックかもしれない。でも、まあ二本目はダメだったら、途中でクビにすればいいよ、っていうふうにこと、ことで OK をするんですね。で、えー、鈴木敏夫はですね、宮崎さんはいまだに下戸戦記を、あの、や五六にやらせたことについて、僕のことを許してないんですよ、というふうに、えー、映画ドットコムのですね、取材、囲み記事で語っています。で、 実はですね、この段階で映画監督としてですね、宮崎五郎のことを早尾はですね、まああの評価できてないんですね。いいともダメとも言い切れない状態。なんでかというとですね、明らかにゲド戦記の出来は、だって五郎くんが逃げてるぐらいですから、悪いんですよ。よく悪いってかな、ね、良くないんですよ。ところが、 早やがですね、才能を認めた若手監督ですね。例えばその、近藤のですね、えー、耳をすませばとか、モニターの猫の恩返しよりは、はるかに人させてるんですね。実は宮崎五郎って、宮崎駿、高畑勲、あとも近藤気分とか、いろいろですね、ジブリの監督がいる中で、2番なんですよ、成績的には。なので、当ててるんですよ。当ててるから、 でも自分としてはですね、絶対まだまだだと思っていると。ここら辺がですね、その、なんだろうな、息子をどう捉えるのかっていうのがですね、早尾に対して取ってわかんなくなってるんですね。だから、この、基本的にはこの二人っていうですね、ドキュメンタリーっていうのは、宮崎駿が悩んでて、その宮崎駿が悩んでて、いろいろ話すのに対して振り回されるですね、語呂が見れるのがですね、このドキュメンタリーです。えー、で、 まあ、こいつですね、一応ここに、ここに、やっぱこの顔の方が面白いから顔の方にしとこう。えー、公開1年前のですね、2010年7月からですね、密着取材が開始しました。で、毎日毎日ですね、国、え、立、ー、小坂からの準備室にですね、宮崎駿が来ます。用事がないのに来るんですね。あの、このドキュメンタリーは、用事もないのに毎日来る人はいます。誰でしょうそれは五郎さんの父親、宮崎駿です。って,ってです、ね、ものすごいナレーションから始まってですね、 で、みんなに話しかけるんですよ。どう、どう、どうって話しかけるんですけども、隅っこで、なんだろうな、絵描いてる宮崎五郎、息子にだけは話しかけないんですよ。で、永遠息子にだけは話しかける。で、それをカメラも気がついたナレーターがですね、しかし宮崎駿さん、 ゴロさんにだけは話しかけませんっていうふうに言うんですね。で、差し入れのおやつをですね、その国立藩への差し入れのおやつを宮崎駿は勝手にバリ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 開けてですね、コンペイトをみんなに配り出すんですね。さあ、コンペイトをあげようって言って、お前のお菓子じゃないよと。それは国立藩のお菓子だよと思ってももう、早うが開けてみんなに、これをあげよう、これをあげよう、これをあげよう。で、最後に残ったものをですね、ゴロって言ったら、もうゴロ君がうんって顔をあげると、 コンペイトをあげようって言って、手に山盛りにザラザラと残り全部乗せて、去っていくっていうですね。これが毎日続くそうなんですよね。こう、辛い辛いと。で、その他にもですね、その、なんだろうな、張り出してる絵が気に食わないですね。こっくりコ坂で、あの、キャラクターデザインの人とかで、すね美術の人が描いている、壁に貼っている絵がどうにも気に食わないんですよ。で、もうあのー、 それを見てもう文句も言うんですけど、外へ出たですね、まあテレビカメラに対してですね、あんなふぬけな絵を描いてちゃダメですよっていうふうにですね、はっきり言うんですよ、ね。で、カメラがですね、宮崎五郎のとこへ行って、お父さんあんなこと言ってますよって言ったら、宮崎五郎君はですね、いやそれはね、心配ですよねっていうふうに言うんですよ。はやおさんはね、天才ですから、俺たちみたいに実力不足の、なんだろう、絵を見たらそれは心配ですよねっていう、もう本当にね、宮崎五郎いい奴なんですよ。ほんと気の毒なぐらい。 で、どん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 ですね、自分でですね、絵を描きたくなっちゃうんですね、宮崎駿っていうのを見てるとですねは、で、宮崎五郎に話しかけるんですよね。ついに宮崎五郎に話しかけてしまうんですよ。で、あの、五郎、台所の配置図くれって言うんですよ。宮崎五郎はもう父親の顔を見ないようにしててこう書いてるんですけども、台所の配置図くれって言った。ちょっとだけ顔を開けて、なんでって言うんですね。で、描くのに必要だろう。絵描くのに必要だろうって言うと、 書くのっていうふうに言うんですよ。それは、書くのって聞かれた父親は、いらないのっていうふうに言うんですけどです。<laughs> すごい配置する遅れ。なんで、書くのに必要だろう書くのいらないのってもうですね、空中戦なんですよ。でもジブリのスタッフみんな下向いて聞いてないふりをしてこうやってんのに、NHK のカメラだけがそれを意地悪に撮ってるんですね、固定で。で、 そんなこんなでですね、もう自分のアイデアを出したくて、自分の思い通りにさせたくて、しょうがない早尾。それに対して、父親がすごいのは分かってる、あ、まあ今いいコメントが流れて、父親が反抗期っていうのが流れたんですけど、<laughs> その通りですよね。で、それに対して自分たちのイメージというのを守ろうとしてる。語呂にしてみれば、もうミッションが分かるわけですよ。あ、鈴木敏夫から与えられたミッションっていうのははっきり分かると。これは、宮崎駿尾の干渉を あの、口を挟むのをできるだけ排して、ジブリの若手が宮崎駿を抜きで日本作り抜くことが仕事なんだと。だから、アリエッティも宮崎駿が入ってアイデアを出したら面白いのはわかるんだけど、それを一切排除してアリエッティを作るのが目的。自分がやっているその国立小坂も宮崎駿のアイデアとかそういうふうなものを排して、監督がそれぞれジブリの中で宮崎駿の なんだろうな、あの、手下にならずにちゃんとするっていう、これがミッションだというのがわかると。まあ、つまり、基本的には美術館と同じような役割ですね。なので、まあ、頑張るわけですね。で、絵コンテがどん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 完成していくと、この絵コンテをですね、16ミリフィルムで撮影します。絵コンテ16ミリフィルムで撮影して、まあ、映画の中で実際に使う尺数、秒数と同じ秒数で撮っていくとですね、えー、その16ミリフィルムを上映すると、まるで映画を見てるように、映画の コンテがですね、その秒数通りに出てくるんですね。これのことをライカリールっていうふうに言います。でライカリールを、えー、とですね、えー、見るですね。鈴木敏夫がライカリールを見るとですね、えー、いやうん、ちょっと思った通りになってないっていうふうに鈴木敏夫が言うんですね。そうすると、宮崎駿がですね、うん鈴木さん俺がやるよというふうに言い出すんです。鈴木敏夫はびっくりして、いや、 いや、あの、ライカリールダメなんだけど、それはコンテをもっとちゃんとしなきゃいけない、キャラクターの設定をもっと詰めなきゃいけないという意味であってですね、宮崎駿が俺がやるって言い出したらもうダメなんですよ。で、一生懸命ですね、俺がやるとかですね、あの、俺が責任取るよって言ってる宮崎駿を止めてですね、なんとかこう話を外すんですね。で、 で、宮崎駿はですね、その、せっかく俺がやると言ってるのに、だからもうゴロを下ろせって言ってるわけです、鈴木敏夫に対して。それをですね、言ってもですね、鈴木敏夫がですね、受け入れてくれないもんだから、あの NHK のカメラに愚痴を言い始めます。 あの、ゴロは監督を辞めた方がいい。ゴロは向いてないっていうふうにですね <laughs>、NHK のカメラにですよ。我が息子はですね、向いてない、辞めた方がいいっていうふうにですね、<laughs> それ、なんか、杉年をに行っても受け入れてくれないから、天下のマスコミに漏らしてしまう父親なんですね。もう、本当に困ったもんだ。ということがあったのですね、ゴロとですね、えー、作家の近藤さんはですね、夜、えー、逃げをします。スタジオジブリから。これがすごいんですよ。もうその、 いきなりある日夜逃げをするんですね。で、二人でですね、すごいちっちゃいマンションにこもって書くで,でカメラがずっとついて、えー、五郎さんたちは新しいマンションに引っ越して、引っ越しました。で、五郎くんが、ここだったら来ませんからねっていう言いながら行こんで書いてる。もう、それぐらいして宮崎駿から逃げないともうダメなんですよね。夜逃げしないとダメなんですけども。で、コンテがようやっと半分アップするとですね、えー、宮崎駿はですね、黙ってられなくなるんですね。 えー、これあの、国立小坂のですね、一番最初のシーンですね。国栗小坂の、あの、まあ、えー、下宿にですね、朝日が当たるとですね、海ちゃんが起きて、起きたらいきなりですね、布団を畳むシーンです。で、これね、あの、一番最初違ったんですよ。宮崎駿が入れさせたシーンなんですね。で、えー、この冒頭のシーンですね、海が起きていきなり布団を畳む。こういうふうにすればしっかりした子だとわかると。 起きてすぐ何をするでもなくさっと布団を畳み出すということでこの女の子は考えるより先に行動するっていう人間だという方がわかるって言ったんですけども,もうこのシーンを思いついたらですねもう早は黙ってられないんですよで鈴木敏夫にですねいかにこのシーンが大事かこのシーンを入れた方がいいのかっていうのですね語り出すんですねでこれはもうプロあの鈴木さんからプロデューサー命令として伝えた方がいいですよっていうふうに言うんですもう鈴木敏夫は参ってあのあ、基本的に あの、息子は作画監督と一緒に夜逃げをしてしまったんですよ。どこで絵コンテ描いてるのかわからない。ただ絵コンテの完成版だけ見えたと。そうするともう不満でしょうがないから自分のアイデアを入れてほしくて、入れてほしくてしょうがない。なので、鈴木としを捕まえて、ファーストシーンはこういう風にしようっていうふうに言って、これはプロデューサー命令として鈴木さんから伝えてくださいって言うんですよ、ね。プロデューサー命令として鈴木さんから伝えてくださいっていう言葉の矛盾に本人が気がついてないんですよ。で、 鈴木敏夫はもう本当に参って、一応五郎くに言うんですね。ジブリの会議室の中でですね、五郎くんに言うんですよ。で、そうするとですね、五郎くは呆れてですね、もう却下します。隣で妹が寝てるんですよ。これですね。隣で妹が寝てるのに、布団を畳むはずがないでしょっていうふうにですね、常識で考えてくださいよって反論したらですね、鈴木さんが、うーん、まあね、あの、布団ね、 畳んだ方がいいと俺は思うんだよ。そんな気がするんだよと言ってですね。あに、もうこの辺で勘弁してよとお前の親父がすげえだよっていう風に言って言って、ま、結局、五郎君は折れちゃうわけですね。で、えー、鈴木投手はですね、その後すぐに宮崎駿のとこにドゥド,ゥドーッと行ってですね、立ってる宮崎駿にですね、あの、宮崎さん、朝のシーン、布団畳みますっていうふうに言うんです。そうすると、宮崎駿嬉しそうに、そうなったでしょうん。 って言って、で、いきなり NHK のカメラに行きとして、何撮ってんだ意外にしろって怒り出すんですけどもです、ね。<laughs> ものすごい。ついこの間まで息子は、あの、監督に向いてないと言ってるのに、自分の悪巧みがですね、撮られてるのに気がついた瞬間に、何撮ってんだ意外にしろって怒り出すんですけども。これね、あの、僕の説明が悪いから、憎らしく聞こえるかもわかんないんですけども、 めちゃくちゃ、早尾が可愛いんですよ。で、五郎が気の毒なんですよ。なんだろうな、この、コンテ見てる感じ、コン,コントだ。コンと見てる感じで考えてほしいんですけども、決して、僕の父親にいじめられる息子の話じゃないんですよ。もう一回繰り返しますけども、早尾の方がアニメ面白いんですよ <laughs>。言っておりますけども。だから、結果的に国立小坂見たらですね、冒頭のシーン、本当に布団畳んだ方がいいんですよ。 ただ、もともとこの企画の目的は宮崎駿の鑑賞というのを廃して作ることだからそこから言ったらずれてくるんですけどもですね、まあまあ、まあ、ものすごいまあボケとツッコミなわけですよね。えー、で、説得されたですね、五郎君はですね、その夜 <laughs> 逃げした場所でですね、黙ってコンテを書き直すんですね。黙ってコンテを書き直しですね。で えー、ナレーターがですね、被せるように、ゴロさんは開き直っていたというですね、<laughs> ナレーションを入れてですね、もう本当にゴロくんかわいそうなんですねで。しかしですね、そういうふうにして、現にアニメを作ってるゴロを見てると、だんだん早尾はそわそわしてくるんですね。あの、引退したはずなのにで,ですね、自分が長編やりたくなってくるんですよ。例の5カ年計画の、えー、長編の話がですね、自分でやりたくなってくるんですね。で、 年末にですね、国立小坂のコンテがやっと完成しました。で、えー、鈴木敏夫はですね、あの、ゴロは成長したよっていうふうに宮崎駿に言います。で、この時はね、宮崎駿は父親の顔して聞いてるんですね。あの、なんだろうな、ゲドの時とまるで違うっていうふうに鈴木敏夫を言うんですね。あの、コンテ完成して、ゴロはね、すごい成長したと。まあ、あの、自分一人でコンテ書き切って、ス,スタッフもみんな言ってると。ゲド戦記の時は、 コンテ書けるのかというふうに疑っていたスタッフも今回違って、ああ、いいコンテだというふうなことで、で、コンテがすごい良くなってるのがわかるっていうふうに言ってると、ゲート選挙の時とはまる,でまるで違うというふうにですね。で、それを聞いてる宮崎駿は、聞いてる最中はなんかね、一瞬ね、嬉しそうな顔するのかなと僕思ったんですよ。父親の顔してるから。ところが聞き終わったらですね、 ムカッとした顔をしてですね、いきなり企画書を書き出すんですね。もう書いてる企画書が風立ちぬなんですよ。引退撤回。俺は長編アニメを作ると、みんな息子を褒めてやがるということでですね。このままでは俺はやばいと思ってですね、風立ちぬの企画書を書き出すわけですね。で、ドキュメンタリーはもう最後に差し掛かってですね、5月にですね、ついに国立小坂が完成して試写会があります。で、試写会が終わった後にですね、 えー、宮崎駿に聞くんですね。そうすると、えー、感想です。宮崎駿、笑いながら、少しはこっちを脅かしてみろよ、っていうんですね。つまり、お前がコンテ上手くなったと聞いて、俺ビビって、引退撤回して風立ちぬのやり始めたんだけども、見たんだけど、なんだありゃと、少しは俺を脅かしてみろよ、っていうんですね。 そうすると、次に、宮崎五郎に、全く同じアングルで取材してですね。<laughs> で、えー、宮崎さん、あの、少しは俺を脅かしてみろよと言ってましたと。早尾さん言ってましたって言うと、くっそーですね。<laughs> 死ぬなよって言ってやりたいっていうふうに言うんですよ。ああ、もう、笑いながら、この笑顔がね、綺麗に一緒なんですよね。面白いことに。本当にね、あの、うまいドキュメンタリーでした。少しはこっちを脅かしてみろよという父親と、それに対して、くっそーと死ぬなよ。 死ぬなよっていうのは何かっていうと、次の作品、その次の作品ではお前を脅かしてやるから死ぬなよっていうふうな意味なんですけども、まあなかなかあのいい関係なんですよ。まあね、これ見た時僕はあの、いやなんか孫悟空と孫悟飯みたいだなと思ったんですけども、違うんですよね。あの、孫悟空と悟飯というよりはね、あの、ドラゴンボールで悪役で後にあのライバルになるベジータというキャラクターがいるんですけど、そのベジータが ってキャラクターと、そのベジータの息子のトランクスは、父親に対してすごい複雑な感じを持ってるんですね。最初は父親のことすごい好きだったんですけど、後にですね、戦闘民族として決して尊敬できる人間ではない <laughs> ということが分かってるんですね。でも父親みたいになりたい。でもいつも父親は俺より一枚上だというふうなことで、トランクス君はいつも あの、父親ベジータに対して、あの、複雑な感じを持ってるんですけど、まあ、完全にすごいそっくりなんですね。で、トランクスはいいやつなんですけどパワーでもキャラでも、まあ、父親に勝てないというところも似てるなと思うんですけども、え、以上ですね、岡田斗司の考える国立小坂の見どころ場外編、え、ネタバレに一切ならないようにですね、え、<laughs> 語ってみました。お疲れ様でした。よいしょ。 もうね、ドラゴンボールがね、例え話として通用しなくなってきてるんです。<laughs> 徐々に徐々にこう、エクスキューズを入れないとダメなんですけどね。でね、まだね、今日は、本当はトトロの話なんですけど、トトロの話一つもしてないでしょ。う。で、もうね、えっ、ー、と、7時40分、あ、50分なんですよ。困りましたよね。まだここからね、無料ね、30分ぐらいありますので、お付き合いください。 えー、では、隣のトトロの話です、えー。トトロと ET の関係というのを話そうと思ったんですけども、 8月16日にですね、17回目のテレビ放送がありました。で、初放送、初放送、テレビでですね、金曜ロードショーでトライアント等が放送されたのが1989年だから、32年間やってるんですね。で、32年間で17回やってるんですよ。2年に1回以上のもう本当にヘビロテでやってます。まさに国民的アニメです。えー、国民的アニメといってもですね、日本人だけでなくてですね、世界中でもですね、人気があります。例えば、あ、すいません、ちょっと扇風機止めてください。 ええとですね、トイストーリー3ではですね、あの、この端っこのところにですね、ちゃんとゲスト出演してるんですね、トイストーリーのラストシーンでゲスト出演して、あとはザ・シンプソンズでもですね、まるエピソード一回作ってですね、なんか不思議なあの、ジブリのアニメの世界に入り込むということで,ですね、猫バスみたいなものが出てくるというパロディシーンがあってですね、まあ、こんな風にですね、世界中でですね、 えー、愛されてる。海外のクリエイターにも絶賛されてるしですね、影響を与えてるのがもののけ、あ、もちろん隣のトトロです。で、以前でもですね、このゼミで、あの、隣のトロって徹底解説したので、もうね、語ることはないかと思ってたんですけども、まあ、いくらでもあるんですよ、本当に。で、不思議なエピソードをですね、えー、見つけてきました。隣のトトロに関して。えー、っとですね。これかな アート・オブ・トトロっていうですね、まあ、隣のトトロのですね、美術集なんですけども、その中にですね、あの、もう本当に最後の最後の方なんですけども、まあ、こう、文字ばっかりのページがびっちりあってですね、で、これ何かっていうと、あの、当時のアニメージュ、あの徳間のアニメ雑誌のアニメージュの記者、野村正明さんという人がですね、えー、もうほとんど半年間ですね、スタジオジブリに入り浸りで、 ええと、あの、宮崎駿とですね、高畑一緒に密着してたんですね。で、高畑一緒があんまり相手してくれないから、かなり宮崎駿よりに密着取材してたんですけども、その時にですね、あの、宮崎駿が言ったセリフなんですけどあ、宮崎駿との話の内容なんですけども、あの、野村さんはですね、宮崎さんとはスピルバーグや大英時代劇の話ばかりしてたっていうんですね。この半年間の密着の時に、話しに行くと宮崎駿はですね、その大英時代劇と、 なぜかスティーブン・スピルバーグの話ばっかりしていたと。で、大英字大学とはなんでかっていう、なんでかっていうと、あの、トトロの自然描写とかと、あとカメラ位置なんですよ。隣のトトロって、ものすごいカメラ位置がですね、微妙で、あの、いわゆる、えっ、ー、とですね、あの、小津安二郎とかですね、あとはその、 昔の日本の時代劇って、いわゆるロケモノとかがあまりなくて、全部スタジオ撮影なんでですね、カメラにポジションが大事なんですね。カメラと照明の角度でですね、季節感というのを出すんですよ。であの、その時宮崎駿はですね、いかに,に昔の日本映画がすごかったのかっていうのは、日本の風土と関係があると。いわゆる、その、 リトルニモの時に宮崎駿はアメリカに結構しょっちゅう行ってて、で、ロサンゼルスの森の中とかも歩いたんだけども、びっくりするぐらい単調だと。日本だったら森の中に一歩足を踏み出た瞬間に、すごい数の雑草があって、一歩歩くごとに植物草がどんどん変化していって、見たこともない虫がいくらでも湧いてくるんだけども、ところが、ロサンゼルスっていうのはそれよりもはるかにでかいメタセコイアとかのです、ね、森があるんだけど、ところが森の中は、 思ったよりもずっと乾いてるし、思ったよりもずっと単純な植物は多いんだけども、均一な植物層でできていると。なので、日本映画っていうのはこの複雑な自然っていうのをいかにモノクロの時代から描こうとしていたか。で、それをカメラのアングルとか照明だけでやろうとしていたっていう話をずっと大映画に関して話すわけですね。で、それはですね、あの、トトロでやろうとしていることだから理解できるんですけども、なんでスピルバーグの 話なのかスピルバーグの何の話なのかって、あ,あまりに意外な名前だったんですね。他に宮崎駿がこの時期にですね、スピルバーグの話してないかどうか、出てないかどうか調べてみたらですね。またこれもね、重たくてでかい本なんですけど、スタジオジブリ作品関連資料集という本があるんですよ。で、この絵の67ページにですね、えー、っと、 えー、ホタルの墓と隣の通りに対しての宣伝方針のですね、会議のですね、これはあの、多分、鈴木敏夫さんが書いたボードですね。で、えー、その中でですね、あの、類似作品、あえて似てる作品ということで、類似作品ということで,ですね、えー、書いてあるのがですね、えー、ルネクイーマンのですね、禁じられた遊び。ホタルの墓がルネクイーマンの禁じられた遊びっていうのはわかるんですよ。両方とも戦争で、 子供がひどい目に遭う話ですから分かるんですけど、ところが、隣の音と,との類似作品で、スピルバーグの ET というふうに書いてるんですね。で、これが、あの、なんでだろうと。あの、実はですね、この宣伝資料のですね、この類似作品とか、ここら辺って、 一切会議以外には出ないんですよね。あの、この方法で宣伝方針が組まれてるんですけども、例えば、ホタルの墓の宣伝文句には一切禁じられた遊びのような映画ですと書いてないんですよ。あの名画、ルネね、クイマンの禁じられた遊びっていうのは書かずに禁じられた遊びのような作品だっていうことを分からせるんでようにすると。これがその、あの宣伝方針、宣伝というもののやり方なんですけども。だから、外部にはこれを知られないようにしながら、実はこれって禁じられた遊びだよな。 実はこれ ET だよなというのを宣伝部の人間は分かってるんだけど、外側に知られずに知らせ、あの、告知資料っていうのがですね、この内部資料なんですよね。じゃあ、なんで ET が類似の作品なのか、どこが似てたっけと思って、まあ、あの、考えてみた、見たんですよね。で、 E.T. は1982年の作品で、トトロは1988年だから、まあ、年代的に言えば影響を与えてると言えるんですよ、年代的に。で、ただですね、なんでかが全く、あの、理解できなかったんですけども、ようやっとですね、関係が分かってきたのはですね、えー、アートオブデイで,ですね、出てきたこの絵を見たときでした。 これね、あの、隣のトトロのですね、一番初期のアイデアなんですよ。えー、トトロの映画が始まった時の原案みたいなもので、宮崎駿が書いたボードです。現代の街です。で、現代の街で一軒だけ、ものすごいでかいクスノキが生えてる、庭にクスノキが生えてる家があると。で、その家でですね、あの、おばあさんが一人で住んでると。で、夏休みに孫が遊びに来て、孫に昔話がしてると。 なんでうちの家にはあんなにでかい木が生えてるのっていうと、話を、おばあさんがそれはねっていう話をしだす。そうすると話をしてるうちにこの周りのビルがどんどんなくなっていって、で、道がですね、えー、水路に変わってですね、で、えー、ビルが消えて田んぼに変わっていってですね、<laughs> で、こういうですね、昭和30年代の町になるんですね。さっきの曲がり角のところにそのおばあさんの家があって、 でかい家が、あの木が生えていると。で、周りがもう全部田んぼで、で、田んぼの水をやるために水路が複雑に走っていて川があって、で、ずっと周りが田舎の町だというふうになるんですよ。で、そこにですね、そのオート山林がトコトコトコっと走ってくるところから話が始まる。で、そのおばあさんが、 いきなりちっちゃい女の子になったところから話が始まって、雨の中ですね、こんな町でですね、お化けに傘を差してあげ、貸してあげたと。雨が降ってたのでお化け、で、隣にお化けがいたと。お化けに傘を貸してあげたら、お礼に木の実をくれたと。その木の実を庭に植えたら、なんかものすごい大きくなっちゃった。ですね。で、えー、大きくなって、で、またラストはですね、その、その、主人公だった幼女がもうおばあちゃんになってるんですね。 で、かつての自分の年齢ぐらいだった孫たちに話をしてですね、えー、じゃあそのお化けはまだいるのっていうふうにおばあちゃんに言うと、いやもう見ないね、いるかもしれないね、っていうとそこに、ほうほうってう声が聞こえると。そのほうほうってう声はそのお化け、トトロですね、が、まだクスノキの上でオカリナを吹いてる音なんですけども、もうそのおばあちゃんにはそのオ,オカリナの音はかつては、 あ、お化けだ、お化けのおかりだと分かっていた自分はもういなくておばあちゃんになったから、フクロウの声にしか聞こえないっていう話なんですね。すごい不思議な話なんですよ。だから、あの、舞台となる昭和30年代っていうのを昔話として、現代からスタートして、昔に戻って、また現代に戻ってくる話として書く予定だったんですね。で、後にですね、あの、宮崎駿はこのトトロの ことを語るときに、これあの前回の大洋と特集でも語ったんですけども、あの自分の映画の中に出てくるキャラクターというのは全部自分の心の中で年齢を重ねてると。だから、さつきもめいもまだ生きていて、で、年を重ねていて、もう子供がいて、ひょっとしたら孫がいるぐらいの年、年齢になってるっていうふうに宮崎駿を語ってるんですけども、なんかね、この、 この、えー、木が大きくなってで、昔話として不思議なものに出会ったっていう話を聞いた時にですね、ようやっとこう僕の中で、あっと思って繋がったんですけども、ET ってそもそもどんな話なのかって、基本設定を忘れがちなんですけど、ET ってね、植物学者なんですよ。で、植物を成長させる能力を持っている宇宙人、異星人なんですね。 で、この指の光っていうのはですね、怪我を治すような感じで、本編内で使われてるんですけども、もともとは植,あの植物の成長を進めて、で、枯れた花を復活させるんですよ。だから、ET が生き返ったシンボルで、エリオット君が持っている枯れた蜂の花がブワーッと咲き出すんですよね。うん、あの、もののけ姫の獅子神の元ネタって ET なんですよ、実は。枯れた花が一斉、うわっと咲き、あの先に。咲き あの、花が咲いて、それで命があることを伝えるっていうのを ET がやってることでですね。で、これなんですよね。で、えー、考えてみると、その、主人公のエリオットはですね、お父さんがいない、その、母子家庭の兄弟なんですね。しっかり者のエリオットの少年と、わがままな妹がいて、相手をしてくれないお兄ちゃんがいる、ですね。で、えー、そういえばですね、この、 空飛ぶ自転車もですね、猫バスと出し方が似てるんですよ。どっちも最初は一人で目撃したり、一人で体験したりして、で、ラストはですね、みんなを乗せて、空を飛んで目的地に連れていくと。で、トトロの続編、メイと子猫バスではですね、ちゃんとあの月夜に猫バスたちが群れて空を飛んでいくとですね、同じようなシーン出てくるんですけども、ああ、なるほどと、あの、ET っていうのを徹底的に 分解して再構成したらトトロになるわっていうのが分かったんですけども、じゃあエリオットがですね、そのエリオット少年、ET の主人公のエリオット少年がですね、サツキやメイと同じくずっと年を重ねていったらどうなるだろうか。そうするとエリオット少年が大人になって老人になって孫に囲まれて、なんで裏の森はあんな巨大な木があるのかというふうに聞かれると。そうするとエリオットは孫たちに昔不思議な宇宙人を助けた話っていうのを聞かせる。 で、不思議な宇宙人は植物を生やす力を持っていて、最後に鉢植えをくれたんだよ。でその鉢植えを庭に植えたらでっかい木になっちゃったと。で、鉢植えの植物は再現なくでかくなって、宇宙船が着陸していたあの森っていうのは巨大な原子林になった。というですね。まあ、こういう ET っていうのを組み替えるとしたら、エリオットがおじいさんになって昔を改装する話もできるわけですね。 で、宮崎駿がトトロの企画中、スピルバーグの話ばっかりしてたっていうのは、多分ね、これなんじゃないのかと。で、自分が思いついた ET を見た後で、ET が面白いではないですよ。自分が思いついた ET の続編というかな、ET を別角度から撮る。いわゆる、あの、国立小坂からで言えば、そこは海がパッと起きて、 布団を畳んだ方がいいっていうのと同じように、スピルバーク、面白いけど違うと、ここはこういう風うに撮った方がいいっていうですね、アイデアがもう思いついて、もうやりたくてしょうがなくなっちゃうわけですよね。だから、その後の話ばっかり夢中になっちゃった。で、その時のお話を、えー、日本に変えて、隣のトトロっていうのは出来上がったんじゃないか。いや、なんかね、まだ足りないんですよ。 あの、なんでトトロに行き着いたのかっていうのは、ET はアイデアのきっかけにしか過ぎないと僕は思います。えー、トトロが生まれるにはですね、スピルバーグだけじゃ足りないんですよ。もう、とんでもないですね。もう一人ですね、えー、超メジャークリエイターが必要だったというです。えー、隣のトトロですね、えー、続き、あのー、になります。えー、ここまで話。一旦ここで休憩ですね、えー。スティーブン・スピルバーグの ET が、 実は元ネタで隣のところが、の原型が完成したと。でもそれだけではまだ生まれない。もう一人のですね、クリエイターが必要だった。これは次の話になります。えー、一旦休憩しますね。もう本当に僕はね、なんで ET なのかっていうのがね、だからなんでスピルバーグなのかっていうのがすごい謎だったんですけども、ようやっとさっきの隣のところの原案っていうやつと繋ぎ合わせるとわかるようになったんですけども、 ではですね、隣のところ続きです。これね、あの、スタジオジブリの広報ですね、西岡純一さんです。今も広報やってるかどうか知りません。えー、2010年1月13日の YouTube 映像です。あのね、アリエッティのですね、あの、<laughs> えー、宣伝してるとき、仮暮らしのアリエッティって宣伝すごい凝ってたんですよね。 で、毎日 YouTube でですね、動画配信してたんですよ。すごいです。スタジオジブリって元祖 YouTuber だったんですよね <laughs> で。で、えー、2010年の1月13日ですね、えー、プロデューサー西岡さん、この人がですね、まさ、西岡さんが毎日話するんですけど、この日はですね、あの、高畑勲の話をしていますですね。 で、えー、高畑伊がですね、えー、アリエッテの企画を思いついたのはそもそもって話をしてるんですけども、まあ、まとめるとですね、メアリー・ノートンっていう人が書いたですね、床の下の小人たちっていう小説があります。イギリスの児童文学。で、これがですね、あのー、1956年に日本ではもうすでに翻訳されたんですけども、東映動画に入社した、てすぐの高畑伊はもう、も、 入社してすぐその小人たちを読んでるんですね。で、これは面白いと思って、自分が作るアニメの企画にしたかったんですけど、しかし、あの、高畑伊佐をですね、東映動画に入社したばっかりで、まだまだ企画を出せる立場ではなかった。入社してすぐに企画会議みたいなものがあって、誰でも企画出していいよという時に、その時に、かぐや姫の物語を一本目として出してるんですけども、それでもですね、あの、全然、なんだろうな、そういうことをやらせてもらえる雰囲気じゃなかったので、諦めて、そっからもう、 50、60年ぐらい貯めて、<laughs> ですね、50年ぐらい貯めて出すことになるんですけども、床下の子供たちも同じなんですよ。投影動画では出せる雰囲気じゃないので、自分の中で企画として貯めていた。で、その後ですね、1971年に、宮崎駿らと一緒にですね、投影動画をやめて、A プロという会社に入ります。で、A プロでですね、高畑勲はですね、この床下の子供たちをですね、アニメの企画にします。で、アニメの企画をするんですけども、ヨーロッパにはその、なんだろうな、 小人たちが森の中に住んでるとか家の下に住んでるという文化があるけど、日本にはそんなものがないと。まあ、これ、あの、西尾さんが話すんですけど、あえて言えば日本にあるのは、そのネズミだと。ネズミたちが屋根裏に住んでいてとか、ネズミたちがそのおに,おにぎりがコロコロ転がって穴の中入ったら、その中で国を作っててっていうようなものはあるんだけども、小人たちというような文化は、 確かに、なんだろうな、あの、一寸法師みたいなものはあるんだけども、集団で小人が暮らしているという文化はヨーロッパにしかないと。あれ、日本ではないと。だから、日本でするんだったら、アイヌのコロボックルみたいなものを持ってきて、やるのがいいんじゃないかっていうことでですね、えー、小人たちがですね、人間の家の中で狩りをする話を書きます。小人たちにとっては、人間の家というのは自然環境なんですよ。だから、狩り、ハンティングなんですね。でハンティングして、<coughs> 人間の家、 からですね、いろんなものを盗んで暮らす、そういうふうな子供たちの話、チッカポッカって話を考えました。で、えー、このチッカポッカという作品もですね、この、えー、西岡さんはですね、えー、まあ、考えたんだけど、この作品も高畑さんを離れて、宮崎さんが別の作品に発展させたっていうふうに語ります。アリエッティ、この別の作品に発展させたから、アリエッティの話じゃないんですよ。これ、アリエッティの宣伝だから、 あの、宮崎さんが別の作品に発展させたっていうのは、アリエッティ以外の何かに発展させたで。そもそもいきなりこの人の口から出てきた謎の企画、チッカポッカとは何かなんですよね。で、チッカポッカの正体が何かっていうと、高畑勲さんがですね、あの、お亡くなりになった時に、脚本家のですね、辻正樹さ,さんが、えー、ツイートしました。2018年4月8日のツイートです。ですね。 えー、書いてあって、東京ムービー企画、屋根の上のチっカポっカが実現に至らず、とうとう仕事でご一緒できなかったのが残念でなりません。ってい書いてあります。屋根の上のチっカポっカとは何かっていうと、この辻さん自身が書かれている僕たちのアニメ誌っていう本があるんですけど、その中で <laughs> 少し触れています、えー。今となっては、まあ、秘話でしかないが、秘話、秘密話でしかないが、演出は高畑で宮崎。 で、脚本は誰それ誰それ。そして僕が新企画で顔を合わせたことがあったと。高畑宮崎の演出で、タイトルは屋根の上のチカポッカ。日常生活に小人が紛れ込む設定だった。っていうふうに語ってるんですね。このチカポッカっていうのは、あの、宮崎マニアの間では割とタイトルだけは有名だったんですよ。でも、全然ですね、どんな作品か。 わかんなかった。わかんないんですよね。で、しかしですね、2016年ですね、えー、ついに、えー、設定資料が出てきました。あ、すいません。今なんかコメントに流れたんですけども、辻正樹さんは別に死んでません。<laughs> あの、辻正樹さんはご存命で、まだあの、現役の作家なんですけども、これは、高畑勲への追悼文ですね。で、2016年ですね、ついにその設定が、えー、出てきました。それもですね、宮崎駿の原画が、あのー、発見されたんですね。 これがですね、その、頭の上のチッカポッカですよ。で、これ、なんで、何かっていうと、マンダラケのオークションなんですね。マンダラのオークションで、落札価格がですね、53万円なんですよ。もう、4年前ですけど、まあ、もう今更言ってもしょうがないんですけど、しまったと思って、いや、53万だったら買ってるよな、あのね、これだけじゃなくて、 企画書までついてるんですね。テレビアニメーション、頭の上のチッカポッカというですね、えー、企画書までついてるんですけども、まあ、そんな状態で発見されたんですよ。で、オークションのコメントでですね、宮崎駿と藤子不二雄という日本を代表するアニメーターと漫画家が、ジャングルクロベという作品で繋がっていた。そのジャングルクロベの原案が、頭の上のチッカポッカ今回そのキャラがついに明らかになった。おそらく表に出るのは初めてだろう。着色されたチッカとポッカ幻の存在がついに、 そのベールを脱いだ。しかも直筆を紹介できたのは嬉しい限りであるというふうに、マンダラ系のコメントには書いてありますですね。で、この頭の上のチッカとボッカは、えー、くすべさんきちさんと人ですね。あの、後の新鋭動画の社長になった人です。えー、今年お亡くなりました。この方がですね、ドラえもんへの感謝状という本の中でこう書いています。ジャングル黒部はもともと別のアニメ作家と一緒に練、ね、った話です。 チッカとボッカ、いい加減な名前を付けて作家スタッフにキャラクターを書いてもらいました。これのことですね。ところが放送局が作家は誰ですかと聞くと、聞いてきました。手塚治虫や赤塚不夫のようなビッグネームですかと来たわけです。名前を告げるとテレビ局がその作家を嫌がりました。無名だからというのがその理由です。ということで、まだテレビ局が宮崎駿の名前を全く評価してなかった。知らなかったので,ですね、このチッカとボッカーというキャラクターはボツになってしまって、結局、その、 漫画の部分を担当する藤子 F 二雄だけが生きてですね。ジャングルクロベという形で残ったわけですね。もともとは高畑勲が、えー、1956年にですね、えー、床の、床下の恋人たちっていうのを読んで、あのー、これをやろうと思って、それをアインの形に置き換えて、 えー、頭の上のチッカとボッカというタイトルで宮崎駿と一緒に作ろうとしたと。宮崎駿がですね、キャラクターデザインまでした。で、それの漫画担当として、えー、藤子藤は、F 藤は選ばれた。なので、藤子 F 雄はですね、後にジャングルクロベのこれ後書きの中でも書いてるんですけれども、自分の漫画家の人生の中で唯一自分が考えたアイデアじゃないのがこのジャングルクロベだと。だから、申し訳ないけど、最後まで気持ちが乗れなかったと。 テレビ局から押し,押し付けられた、もうすごい忙しい時だったから、テレビ局から押し付けられて、このアニメを準備してる。だからこれの漫画を書いてくれという日に言われて書いた。自分なりにその後アイデアもいっぱい出して、キャラクターもどんどん出して、なんとかやったつもりだけども、なんか最後まで乗り切れない作品になったと。で、なので、結局どういうことかっていうと、宮崎駿、高畑川伊は、 アイデアだけテレビ局に盗まれたわけですね。その意味では、藤子 F 不二雄も被害者なんですよ。藤子 F 不二雄も、その当時、藤、ま、子、あ、F 不二雄の書いた漫画をアニメ化するのが当たり前だったんですけども、あのー、アニメーションというのは作るのに、やっぱり準備期間に半年ぐらいかかるのでですね、漫画の人気が出てからアニメを始めちゃうと、アニメがスタートする頃には漫画が終わっちゃうということがよくあったんです、ねで。それがないように企画選考でテレビ局が作らせて、 漫画を描かせてやろうとしたらですね、えー、結局、じゃあ、そんな無名な奴らいらないよということで、高畑勲、を宮崎駿は、いつの間にかスタッフから、座組から外されて、そして、えー、藤子 F 不二雄はですね、逃げられなくて漫画を描くことになって、それでも自分なりに何とか面白くしようとして、ちゃんと面白くはなったはなったんですけども、本人としてもですね、ちょっと最後まで納得がいかない作品になっていると。こういうふうな流れだったんですね。 で、えー、この企画はですね、後に、あの、仮暮らしのアリエッティにつながっているというふうにですね、高畑はですね、インタビューで言ってるわけですけども、しかしもう一つ高畑伊佐はですね、えー、重要なことを言ってます。ですね。お話戻りますね。そもそも、ここに戻るんですけども、えー、自分はこの企画、チッカと僕から離れて、後に宮崎さんは別の企画に完成させた、ですね。 別の企画ってのあり得てと違う別の企画なんですけど、これが高畑勲が言ってるのが、隣のトトロのことなんですよ。えつまり、流れとしてはこういうことになります。えー、<laughs> 1956年、高畑勲、を床下の小人を読む。 1972年、えー、宮崎駿とチッカとボッカの企画を立てる。しかし、1973年、ジャングルクローベーはですね、えー、としてですね、アニメ始まってしまって、高畑勲はですね、この企画を捨てます。床下の小人たちっていうのはもう、チッカとボッカの考えのをやめるんですね。で、えー、宮崎駿はですね、チッカとボッカを絵本、トトロとして企画。しかし、企画は通らないですね。えー、もともとはこの、 昔の小人を読んだのは期限だったんですけども、 ええー、まあ、このチカとボッカにしたときにですね、アイヌのコロボックルというふうな話にしたと。で、この企画もダメだったので、同じくダメだった長靴下のピッピと混ぜて、パンダコパンダを作る。だから、ジャングルクロベのあのアニメが放送しているときにですね、えー、宮崎駿と高畑勲はですね、パンダコパンダというのを作ってるんですけど、パンダコパンダっていうのは見事にこのチッカとボッカと長靴下のピッピを混ぜたような企画になってるんですね。で、この段階でもう高畑勲の気は済んじゃったんですよ。 パンダコパンダ作ったから。あの人同じものを2回やらない人だから。宮崎駿は同じものを何回もする人なので <laughs>。で、高畑伊はこの企画のことを捨てて忘れたんですけども、ところが宮崎駿はまだこだわってると。宮崎さんは別の企画にしましたっていうのが何だったかっていうと、気に入ったアイデアは絶対捨てない宮崎駿にバトンタッチされてですね。えー、で、で、その後ですね、宮崎駿はですね、アルプスの少女ハイジで母を訪ねた三千里。この2本で高畑伊の下で作品を作るんですけど、このまま、 他人の作品をずっと手伝うのかと、自分の作品というのを作れないのかというふうなことで欲求不満になって、まあ、絵本を作ろうとするんですね。えー、で、床の下とか天井裏に住んでいる小人が人間のものを盗む狩りをするというアイディアを気に入ってるとで。そこに日本独自のフードやお化けを取り入れて、絵本版トトロというのを作ろうとしたんですが、しかし OK が出ない。 その間にですね、日米合作の超大作アニメリトルニモに参加して、ハリウッドの空気と、あとハリウッドの大スケールとするんです、知るんですね。で、ああ、なんかハリウッドってすごいスケールで金回ってるんだけども、結構プロデューサーに振り回されて、思った通りのものができない、良心的な子供のものができないというふうに、宮崎駿は一旦諦めちゃうんですよね。で、その後、1978年ですね、未来少年コナンですね。えー、1979年、カリオストンロ80、えー、でもこれ、 え、評価されず、やっと82年にナウシカの連載を開始しました。で、まあ、あの、風の谷のナウシカの漫画連載してたときは、宮崎駿はですね、もう自動文学をアニメでやるのはもうダメなんじゃないかというふうに諦めたんですけれども、そこで登場したのが、ここ ET なんですよ。で、ET っていうのはハリウッドの大予算、ハリウッドシステムの中でスティーブン・スピルバーグが自動文学をやった話なんですよ。 完全に児童文学なんですよ。宮崎駿がもうそんなことできない。で、特にそのリトルニモでハリウッドの連中と会ったと、あいつらはダメだと。あんなんでは子供向けの本当に良心的な作品できないと思った、自分がそう言った言葉をもう反論するようにですね。スピルバーグが子供向けのものを真正面から作ってちゃんと児童文学として成立してると。これがやっぱすごいショックだったんですね。で、あの金儲けの亡者しかいないハリウッドですら、スピルバーグは ET を作れたと。 じゃあ、日本で、そんなものを作れないって考えるのは間違いじゃないかと。そんなですね、えー、高畑にですね、えー、まあ、これがですね、えー、なんかな、あの、トハイトトロに繋がっていくんですけど、ところが、じゃあ、隣のトトロというアニメを作って、もう一回チカボカやり直そうとしたんですけども、それに対してですね、 え、ライバルというか、が現れると。それは、チッカーボをですね、捨てたはずの師匠、高畑勲の新企画なんですねで。しかもですね、今回、師匠である高畑勲は、ライバルとして宮崎駿に立ちふさがるということになります。えー、ここから先はですね、もうあの、もう8時20分なので、無料を今日はここまでにしようと思います。えー、続きは限定で語るのでですね、もうちょっとお待ちください。えー、じゃあ今日の無料はここまで。アンケートを出してください。 長い。まだまだあるよ。もう本当にトトロ。まだね、SF としてのトトロ,トトロ語らなきゃいけないし、幻のラストシーン語らなきゃいけないので、本当にね、今日1時間20分語っちゃったんだけど、まだまだ。はい、アンケート結果出してください。隣のトトロね、 もうね、本当にないと思ってたんだけど、いくらでもあるわ、本当に。<laughs> 来週まだやりますと,言うと、本当にこう予定なかったんだけど、溢れちゃうから、来週まだ無料でまたもう,もう別のやつやりますから、待っててください。えー、限定ではですね、SF として、 実は、隣のトトロってファンタジーじゃなくて SF だっていう話なんですけども、SF としての隣のトトロを語ります。あの、SF として見ると本当にね、意外なものが色々見えてくる。あと、幻のラストシーンですね。あの、絵コンテにあるんだけども、隣のトトロって本当は、 こうあるはずだった。なんでかっていうと、ってロジックがすっごい繋がってるんで、その話をします。えー、来週はですね、まあ、トラミのトトロまだちょっと話すのと、あと、久しぶりに質問コーナーやります。あの、アニメとか映画とかね、ビジネスとかね、もうとにかくね、人生相談とか質問が溜まってるんで、えー、今日話しきれなかったト,トロと一緒に来週やりますのでですね、ではこの辺で限定に切り替えましょう。じゃあ、限定に切り替えてください。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、たい夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。